文化系トーク YouTube グランパンパースです。 BE:FIRST デビュー11月3日を迎えまして、今現在ちょっと深夜帯なので声を抑えめにしてお話をしております。BE:FIRST のメンバー7人が個人のアカウントをそれぞれ皆さん持っていまして、それぞれの気持ちを個人アカウントで投稿したのが話題になっています。で、読んでみたんですが、やはりそれぞれのみんなの立場というのをそれぞれ表しているなと思います。ソータ君、ソーチンザ W というアカウント名でね、ソーチン、ダンサー名ですね、はい、お久しぶりです、ソーチンです。そう、ソーチンっていう風にね名乗ってますね。私たちとしてはソータ君っていう風なイメージが強いけどね、ダンサーの時代のソーチンの名前も有名で、そのソーチンの名前で知ってる人の方がもしかしたらもともとは多かったはずですからね。で、急に動かなくなった僕のアカウントをフォロー外さずにいてくれて本当にありがとうございます。僕は今 BE:FIRST というグループでアーティスト活動をしていますっていう形などと、僕はダンサーからアーティストになろうと思ったきっかけは単純で、自分自身で音楽を作り、それに対して踊り体現するというアーティストの世界はなどなど、オーディションで語ったことをたくさん書いてますが、知らない人たちもいるということだと思うので、そういう風に改めて書いてくれてます。で、その上で僕はダンスが大好きですっていうことと、でもその前に音楽が大好きだと確信的に思い、全く同じ自分はもういないかもしれませんが、過去を捨て去るんではなく過去を生かして今やこれからを光らせて必ず帰ってきます。これからのニューソーチン BE:FIRST ソータをぜひ応援よろしくお願いしいたしますという形で、英語でも書いてますね。はい、はい、外国でもねファンが多いんだと思いますので、ソータ君らしいなと思うのがね、過去を捨て去るんじゃなくて過去を生かして今やこれからを光らせて必ず帰ってくるっていう風に言っているのがソータ君らしいなと思いました。で、シュント君もね、こんばんは、久保シュントですっていう形で、あ、そう、ソータ君もそうだけど、まあ個人のアカウントを一旦停止させていただきますっていう形に、まあ、なることがね、まあ決定しているというか、まあそういうことみたいですけど、シュント君もザ・ファーストのオーディションで全く投稿をしていないのに、すごくたくさんの方にフォローしていただけて僕は本当に幸せですっていうことと、マツコさんの番組でも言ってましたがね、喋るのが苦手って話と、それからここでも言ってますね、本当に言葉足らずで何も伝えられない僕ですが、正直にギフテッドの MV が配信されたのを見ていた時に、過去のこと、今の状況をたくさんの方が見てくれたりすることだったり、本当にいろんなことが流れてきて泣きそうになりましたっていう、みんなと一緒だったので必死に耐えましたっていうね、多分私たちと同じ気持ちで見たのかなっていうか、いや私たち同じっていうのはおこがましすぎるんで、私たちの本当に何倍もの何十倍もの気持ちを持って見たんだろうなっていうのが、ね、言葉足らずって言ってるけど、その言葉足らずのシュント君だからこそ、なんか心にそのまま響いてくる言葉があるなって今見ながら思っています。はい、そしてマナト君もそうですね、投稿は停止させていただきますっていう形で書いてますけど、でもね、マナト君はこんなグループ合法かよって思ってもらえるくらい大きくなってみせますって書いてまして、ね、マナト君らしいなって思いますけど、合法かよはねマナト君の代名詞みたいになりましたからね。で、龍平君の方行きますけど、ね、BE:FIRST の一員としてデビューすることになりましたっていうことと、やはりこれを機にこのアカウントでの投稿やストーリーの更新等はもうすることはありませんっていう形ですけど、でもこのアカウントは僕が今までやってきたことが詰まっていて、お世話になった方々もたくさんいて、すごく思い入れが深いですっていうこととね、それから BE:FIRST になった時すごく嬉しくて、これから頑張ろうと思って両親に連絡して家に帰った時もおめでとうと言ってくれてとても嬉しかったって話で、お母様がですね、ザ・ファーストのオーディション中に石ころだった時の自分を忘れないでほしいと言っていましたと、まあ、龍平君本人に言っていたってことですけど、まあだから優しくも厳しいお母さんだったのだろうなというか、まあそうなんだろうなということですよね。僕は今こうして大きく活動させてもらっていますが、その母の一言が今僕が努力し続ける理由になっていますっていうね、お母様も嬉しいだろうなっていうふうに思います。まあ、現在ね14歳で、14歳の頃の自分なんて
親の言うことなんか聞いてたかなとか思うと、多分聞いていなかっただろうなっていうふうに思うし、すごく愛情たくさんで育ててくれたんだなっていうふうに思うと、なんか泣きたくなってくるなっていうか、今ちょっと目頭がおかしくなってきてますけど。そしてレオくんですね。レオくんはやっぱりこう、周りに気を使うなっていうのが、BE:FIRST のオフィシャルアカウントもチェックしていただけるとすごく嬉しいですっていう形で、BE:FIRST のことをね、アカウントのリンクを貼ってやったりとか、ソータくんも貼ってましたが、レオくんは結構いろいろとやっぱりね、書いてくれてますが、レオくんのね、言葉の中でこれはやはりすごく重要な言葉なんだろうなって思うんですけど、まあ、まずね、これからの BE:FIRST と BMSG を楽しみにしててくださいっていう形で、まず特筆すべきところが、BMSG っていうブランドも BE:FIRST と一緒に並べて楽しみにしててくださいっていう並べてるところですね。さすがレオくんはね、チームのために動くっていうところを体現しているなっていうところで、今は BE:FIRST っていうのがチームであるけれども、BMSG 自体がやはり、ね、チームだからっていうところですね。で、そこの部分と、ファイティングポーズではなく、ファイティングポーズじゃなく、リスペクトをっていうこと。ここは、本当にレオくんそのものだと思うしね。うん。ここは私たちベスティ、ザストミン、あと BMSG 箱推しの人たち、あるいはフライヤーズやアウターの皆さんも、ね、おそらくこれに関しては、大事なことだって思います。ファイティングポーズじゃなく、リスペクトをっていうね。で、ジュノンくんがかなり長文で投稿しております。本当に久しぶりにこのアカウントを動かしますし、僕の場合このアカウントが動いているのを見たことがあるフォロワーさんはそこまでいないと思いますが、これが最後の投稿になります。削除するというわけではありませんがとかね。まあ、でも、メジャーデビューを機に一旦使わないものになるっていうのは書いてまして、ジュノンくんの投稿がですね、非常に結構長いんですけど、オーディションの時の状況とかを饒舌に語ってくれておりまして、二次審査から日高さん本人が審査しに来ると思いますかみたいな形とか、何を歌に歌って何踊ったっけって感じですみたいなことと、ですがその時点で THE FIRST というオーディションにものすごく力を入れてるのが伝わりましたっていうことで、三次審査に行った時と、あとあれですね、23歳になってこんなに多くの人と仲間と呼べる関係が作れるとは思ってもおらず、もともと友達をそう簡単に作れるタイプではないので、ものすごく良い経験ができたと思っていますっていうこと、それとこのオーディションを受けて得たものは膨大にあるけど、失ったものなんて本当に一つもなかったですっていうね、強いて言うなら前歯っていうところ、これルイ君の話でね、おなじみですけど、あとね、これいいですね、失ったものなんて本当に一つもなかったですっていうのと、強いて言うならと、あと自信のない自分っていうね、自信のない自分は要するにこのオーディションで失って自信のある自分になったということ、この文章の使い方もとても素敵だなっていうふうに思います。でもおっさんからすると23歳なんですごく若いし、当然ジュノン君だったらたくさんの仲間をね作れて当然だと思いますけどね、でも彼の実感なんだなっていうのがよくわかります。この先本当にたくさん良いことも悪いことも起こると思うし、自分を変える何かが起きてこいつなんか変わったなって思われることもあるかもしれないですが、根はしっかり雪亀ジュノンを崩さず頑張っていくので、これからも応援もよろしくお願いしますっていうね、まあ未来何が起こるか分かんないってことも、23歳なんてのはね、さっきも言ったけどおっさんからしたら若いんだけど、この年でこうやって見れていれるっていうのも、ね、未来とか俯瞰して見ることもできるし、すごくいろんな客観的に見ることもできるし、そういう子たちが揃っているっていうのが BE:FIRST、 本当に頼もしいなっていうふうに思います。この度11月3日に BE:FIRST の涼希としてメディアデビューすることになりましたっていう形と、で以前にもね、涼希くんは一度自分の思いを、彼自身の思いを綴ったことがありますけどっていうことと、これ涼希くんを一番最後にしたのも理由があって、涼希くんだけこのインスタグラムのアカウントを俳優三山涼希の活動の報告や情報を主として活用させていただくことになりますっていう形なので、他の6人の現在の個人アカウントに関しては稼働しなくなるんですが、涼希くんに関しては俳優三山涼希としての活動もね、並行してやっていくっていうのは最初から標榜してますので、まあしばらくは BE:FIRST 中止になるでしょうけど、なのでこの涼希くんの個人アカウントに関しては俳優としての活動は今後も継続していくっていうことのようです。
はい、そんな感じで7人分のね、あのインスタグラムをね読ませていただきました。そして7人分のね、あのインスタグラムのリンク概要欄の方に貼っておきます。というわけで7人のデビューね、もうすでに日付も回ってますので、デビューも決まりまして、まあ私も仕事だったりするからね、いろいろとデビューのインスタライブ、あ、デビューの YouTube ライブとかもあるみたい、あるわけだけど、それとかね、あの全部見ることってできませんけど、皆さんぜひあの彼らのデビューね、本当にこれからですから、一緒にね応援していきましょうね。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。